すぐる、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 すぐる浜中。浜中すぐる、お前、今まで一体何やってきたんだよ。は？すぐる、お前、2012年、約10年前に131勝を挙げて JRA 全日本リーディングに輝いて、2013年、2014年はリーディング3位だったけど、2012年のリーディング時に G1 を勝てなかった鬱憤を晴らして2015年、2016年も含めるとこの期間で JRA の G1 を7勝。すぐる、お前、この頃は輝いていたな。すぐる、浜中すぐる、どうして、どうして、最近のお前、一体どうしちゃったんだよ。2010年代前半から中盤のお前は未来の JRA 騎手を引っ張っていく若手ジョッキーの一人だったろ。すぐる、浜中すぐる、お前、今のリーディング順位はどれくらいだ。34勝で23位です。すぐる、お前一体何があったんだ。確かに2016年の落馬事故の影響はあるだろうけど、それでもリーディング取った男とあろうものの成績か。すぐる、すぐる、調べてみたら2020年代は JRA 全国リーディングでお前は30位前後。どうしちゃったんだよ。すぐる、お前まだ34歳だろう。全然老け込むような歳でもないだろ。すぐる、今のお前は小倉で生き働く中年男性にしかなってないぞ。すぐる、すぐる、お前は2019年にダービー制覇をロジャーバローズで達成したけど、すぐる、お前、スミー先生の顔見てみろよ。引きつった笑いしてただろ、あのダービーな。すぐる、ルメールが騎乗停止の影響でレーンが皐月賞馬の一本かぶりのサープルナーリアに一本かぶりで騎乗。しかし、レーンの謎の騎乗で沈んだ影響でレース自体がぶっ壊れたダービーなんだよ。すぐる、お前、そのダービーから浜中すぐるという騎手は何にも輝けてないぞ。いや、名勝ハリオで東京大賞典や帝王賞勝ってますがな。浜中すぐる、う、頭が、は？そんな34歳という騎手にとっては黄金期を迎えるはずの年齢ですでに定年間近の成績を叩き出す。浜中すぐる、そんなすぐる、お前に俺から、提案がある。ナムラクレアで今週のスプリンターズステークス、バチコリ勝利しないか。すぐる、ナムラクレアはずっと乗り続けてきた思い入れのある馬だろ。エージェントの優先順位がルメール、竹豊、スブルと実質最下位の優先度に甘んじているお前にはナムラクレアは最後の希望の花じゃないのか。スブル、今のスプリント路線は正直これといった馬がいない戦国時代だ。あともう一歩、何かがあれば実力上位のはずのナムラクレアは G1 を取れるはずじゃないのか。スブル、ナムラクレアの3歳時に勝った函館スプリントステークスの金量は50キロ。すぐる、どうしても取られたくないからバチクソ減量してうつろな目をしてウィナーズサークルに立っていたな。もう夏は過ぎて実りの秋だぞ。すぐる、久しぶりの G1 のビッシュ。主戦騎手で乗ってきた馬で成し遂げようぜ。浜中、浜中すぐる、俺、ナムラクレアの単勝を買って、中山のスタンド前で待ってるからな。頼んだぞ。すぐる、浜中すぐる、競馬ゆっくりは世間から逆進と呼ばれているのに、どうして善意で菅原の道真かましちゃうの。は？こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は秋の G1 シリーズ開幕、2023年スプリンターズステークスの予想をやっていくわよ。おお。って言ってももう本命はナムラクレアなのは確定なんだよね。にっこり。でも今回のスプリンターズステークスは結構予想しがいのあるレースだし、スプリント路線は戦国時代。岡田牧雄に言わせるとレベルが低い。ということだからね。展開や馬場によって結果が全然変わるわけね。そういうこと。だから様々な展開予想が成立するし、こういうレースこそ競馬の馬券としての面白さはあるんじゃないかしらね。じゃあ、競馬ゆっくりのナムラクレア本命の根拠はどういうことなの？まず戦績を見るとスプリント10勝4勝で G1 で2着の経験もあるし、
額面通りに受け取って実力は最上位だと思うわ。それに G1 は定量戦だからハンデ戦や別定戦で力を示してきた馬はやっぱりメッキが剥がれるからね。実績は重視したい。しかも秋の阪神、中山の馬場は開幕後半になっても全然痛まない。今週は閉幕週であるけど、正直芝の状態はうちも傷んでいないという認識で予想する必要があるわ。世界的な異常気象の影響。日本の今年の夏はクソ暑かったからね。まだ暑いってどういうことよ。この日差しが芝を回復させるからね。ちなみに凱旋門賞。予想は別の動画でやるけど、この異常気象はフランスでも観測されていて、雨季のはずなのに全然暑いし、雨降らないからスルーセブンシーズはワンチャンあると思ってるわ。おお、すべては繋がっているわけね。ただここで問題が、騎手全員が馬場がいいという認識で前に強引に行ってしまっても粘れると考え、特効的な逃げをぶちかます場合があるからねー。そうなると馬場が良くてもペースが速くなりすぎて、先行集団が壊滅するリスクもあるわけね。そういうことね。そうなると、逃げるジャスパークローネ、TM スパーダ、モズメイメイがどこまで逃げるか、突っ張るか、という判断でペースが決まるけど、私はダンノがやらかすんじゃないかと思うわ。はあ、どういうことなの？ TM スパーダは絶対に何が何でも行かないといけない馬だから1枠2番を考えても絶対引かない。でも、ジャスパークローネも2番手追走みたいなこともしないと思うのよねー。まあ、あまり出ないと後ろから疲れるからね。で、競馬ゆっくりにはダンノはレースを、やりたい競馬はできましたと謎のコメントを添えて、TM スパーだと沈む未来がなんとなく見えるのよね。おお、つまりゴリゴリのハイペースね。そう考えるわ。そして、モズメイメイはスタート次第だけど、いいスタート切ってもここは難しいと思うわ。セントールステークスのビッグシーザーを見る限りね。ナムラクレアはTM スパーダの隣の1枠1番だけど、大丈夫なの？逆に絶対に行かないといけない馬の隣だから、そのスペースは絶対に空くから、さっと少し離れた先行集団でポジション取りやすいし、抜け出しやすい位置だけキープすればすぐに直線で状態のいい内側をバチコリ抜け出せるはず。そういう意味でも本命なわけよ。おお、浜中由来ではないのね。スプリントなんて一瞬で終わるから、騎手の判断は決め打ちみたいな、事前準備以外は判断する前にレースが終わっているわ。騎手でスプリント戦を買うなら頭のいい騎手より騎乗技術の高い騎手を買った方がいいわね。確かに長距離の得意な騎手が上手いなんて言われたりするけど、考えられる時間もあって作戦や小手先で逆転も可能だからね。逆にスプリントは考える時間がないから、騎手に身についた技術が物を言うわけね。そういうこと。だから浜中みたいなキャリアもあって、油の乗り切った騎手が乗る有力馬は買いということよ。あんまりベテランすぎても反射能力が落ちている可能性があるし、おお。で、ハイペースの展開で直線バチコリ伸びてくる対抗は？対抗は、ナランフレグで行こうと思うわ。はぁ、競馬ゆっくりは毎回この馬買ってるわね。今回は激アツだと思うんだよね。出馬表見てもらえればわかるけど、みんな定量戦だからほぼ1キロ重くなってるのよ。その中でナランフレグは G1 馬というのもあり、毎回重い筋量で走っていて、変化なし。スプリント戦で1キロはダッシュにかなり影響するからね。そういう意味では力さえ落ちていなければ。ってところね。毎回、上がりは上位3位には入る足を使っているし、マルタが2枠4番の内が良いはずの馬場を生かして、内でうまく立ち回るような腹のくくり方をしてくれればワンチャン頭まであると思うわ。おお。とにかく立ち回りというところね。内にこだわるということは、少なくとも TM スパーダやジャスパークローネの逆噴射だったり、粘りで前が壁の可能性がどうしてもあるからね。そういう意味ではマルタのここしかない騎乗を見たいし、ナランフレグもおそらくそろそろ引退だろうし、ここで博打を打ってくるんじゃないかと思うわ。おお、ダンアナはアグリね。前回のセントールステークスは控える競馬をして、武器を一つ作った。という見事な騎乗であったわね。競馬ゆっくりの馬券を焼き払ってくれたけど、横山典弘、あれはねー。ただ、
今回その武器の多さは不利に働くと思うわね。5枠9番という中途半端な枠もそうだし、出たなりで横山紀弘は考えていると思うけど、その判断が果たして正しいのか、そして時間軸的にスプリントで間に合うのか、って考えると2、3着まではいけるけど、っていう評価になったわね。おお。買い目は？ナムラクレア、ナランフレグの単服で4点、アグリを含めたワイドボックスで3点の計7点で勝負よ。今回はナランフレグのオッズ見て色気出したわね。最終オッズは30倍くらいになりそうだけどね。その他の有力馬はなぜ買えないのかしらね。ジャスパークローネは逃げの一手しかないし、TM スパーだとやり合うだろうし、ダンノの敗戦後のコメントが目に浮かぶほど、ダンノで買いたくないわね。またエイシンスポッターは後ろから行く馬で末足は確かだから買いたいけど、どうも角田大河じゃねえ。ってことでキリね。ただ点数増やすなら候補かな。ウィン・マーベルは松山康平は騎乗技術は優れているからこういう時買いたいけど、安全な競馬しそうなんだよな。よくて掲示板の匂いがするわ。おお。そういえばマッドクールは金量減るし、いいんじゃないかしら。そうね。ただ前行くには少し外枠すぎるかしらね。それに坂井流星は騎乗技術よりも頭の良さで勝負している感じはあるし、買いづらいわね。ドルチェモアは馬主が G1 とかに出したいだけのように感じるし、メイケイエールは旬が過ぎてそうってのもあるけど、この馬は小回りコース向かない感じがするのよね。希少なんだし馬ゴミに入れたくないと思うから、その時点のロスで終わってる気がするわね。ママコちゃは？さすがにここで通用までは能力自体に疑問ね。川田騎乗で人気にはなりそうだけど、おお。バッサリ行くわね。とにかく今の馬場が良すぎて、これは競馬的にいいというよりは悪いんだけど、枠の差が大きすぎるのが問題ね。秋も進んだり、冬になれば話は別だけど、この時期に G1 やるのはねー。ローカルの重賞やオープンなら紛れの要素は大歓迎なんだけど、チャンピオンを決めるレースでは枠順の差がないような馬場を目指してほしいわね。まあ今は世界的に異常気象だからしょうがないけど、去年みたいにジャンダルムってのもねー。本当に芝のスプリント、ファインニードルやレッドファルクスが出た後は暗黒時代になってるわね。ピクシーナイトが香港でああなってなければねー。マジで出資者兄貴がいたらお悔やみ申し上げますよ。自分の相場だったら脇毛ぶち抜いてシルクホースクラブがある赤坂まで乗り込んで無意味に号泣するだろうし。もうそれ最悪警察にしょっ引かれるぞ。脇毛抜くのがダメなんですか？号泣するのがダメなんですか？シルクがある赤坂に乗り込むのがダメなんですか？単体は何も問題ないけど、複合した瞬間犯罪じゃないけど、とても犯罪行為に見えるんだよな。どうせ若い女がやればしょっ引かれないんでしょうねー。これはしょっ引かれますねー。は？以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。